おはようございます。ただいまから本市議会12月定例会の継続会議を開会いたします。本日の出席議員は30名でありまして、定速数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。なお関係者の出席につきましては、あらかじめ出席を要請しておきましたので、ご了承願います。次に本日の会議日程について申し上げます。日程についてはあらかじめ印刷の上申し上げてあるとおりであります。ご了承願います。次に本日の会議録署名議員の指名を行います。署名議員については、会議規則第89条の規定により、議長において渡辺誠一郎議員、近藤信之議員、以上2名の方をご指名申し上げます。これより日程に従い議事を進めます。まず本日追加提案のありました議案第165号を議題とし、市長より提案理由の説明を求めます。市長。ただいま上程されました議案第165号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。今回提出いたしました案件は、平成25年度、会津若松市一般会計補正予算第7号でありますが、この補正予算は、第3巻民生費に老人福祉施設建設補助金71万1000円を計上したものであり、予備費の減額により措置しようとするものであります。この結果、一般会計予算額は、前回までの予算額461億6619万円と変更がないところであります。合わせて債務負担行為として、社会福祉法人、音痴福祉会、借入金、利子、助成事業を追加措置しようとするものであります。以上、提出案件についてその概要を申し上げましたが、詳細につきましては、ご質疑に応じ、本会議または委員会において、主幹者をして説明をいたさせる所存でありますので、何卒よろしくご審議の上、原案のとおり、ご賛同賜りますよう念願する次第であります。これより議案等に対する総括質疑に移るわけでありますが、この際、質疑の方法についてお諮りいたします。総括質疑については、議案等を検討し、あらかじめ通告する制度を取っているわけでありますが、ただいま追加提案のありました議案につきましては、その余裕がないところから、まず通告のありました議案等に対する総括質疑を行い、これが終了後に、本日追加提案のありました議案に対する質疑を行うことにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場ご異議ないものと認めます。よって採用決せられました。これより議案等に対する総括質疑に移ります。まず案件を付にいたします。議案第102号ないし同第165号報告第17号以上の諸案件を一括議題といたします。なお発言の順序は通告の届出順とされておりますので、この際あらかじめ発言の順序を申し上げます。1番渡辺美智議員、2番横山敦議員、3番松崎新議員、4番鈴木陽議員、5番斉藤元夫議員、6番安倍光政議員、以上の順で発言を許可することにいたします。なお議会運営の申し合わせ事項の見直しにより、事故の所属する委員会に付託される案件についても質疑ができることになりましたが、質疑にあたっては総括質疑の趣旨を踏まえ、対抗にとどめていただきますようご留意願います。